岡山理科大学附属中学校、高等学校であるが、高校側に限定した場合には、理大校、理大附高、中学側に限定した場合は、理大中、理大附中、理中などの通称が使われることもある。意識的に、中学高校の双方を付さすることを強調する場合には、理大附中校の通称も用いられる。なお、岡山県内で単に、附中とすると、 岡大府中を指す。半田山中福に並ぶ掛け学園の校舎群中学校と高等学校の普通科、中高一貫コースとの連携による完全6年生カリキュラムに基づく中高一貫教育が行われている。その特徴は以下の通り、以下の言葉が生徒心得たる校訓に掲げられている。一人、数との能力を最大限に引き出し伸ばすとともに、 自ら学び自ら考える人間を育てる教育を旗印に重点的な教育方針として以下の目標を掲げている。これらの大学では理大不幸に対して関連購入試が開かれており、より有利な条件で以下の学校に進学することができる。ただし、そのためには校内指定条件をクリアすることが必須となっている。付属高校ではあるが、 いわゆる完全エスカレーター方式は採用しておらず、一種の半エスカレーター方式となっている。詳細は、加計学園グループを参照ソフトテニスが全国屈指の競合である。卒業生の活躍も目覚ましく日本代表を輩出し、国際タイトルも多数獲得している。岡山県の高校野球及び全国高等学校野球選手権大会も、 参照1962年に創部、1980年に開催された第52回選抜高等学校野球大会にて、全国大会への初出場を果たす。以降、春の選抜大会に5回、夏の全国選手権に5回の全国大会出場を果たしており、1999年に岡山県勢初の全国選手権決勝進出、及び準優勝という成果を叩き出した。 岡山県の高校野球においては、歴史の浅さから伝統校、競合校とみなされることは少ないが、1990年代以降、県大会、地方大会のシード枠を獲得する機会の多い、新高校として知られる。高校野球全国大会出場歴、編集サッカー部は、第79回全国高等学校サッカー選手権大会に出場した。女子バレーボール部は、 2013年インターハイや第66回全日本バレーボール高等学校選手権大会に出場した。中学部活の詳細については、岡山理科大学附属中学校、部活動紹介参照高校部活の詳細については、岡山理科大学附属高等学校、部活動案内参照中学の部活動に関しては、場合により、附属高校に在籍する競技、 部活動上の先輩や部活指導者の指導を受けることができる。ありがとうございます。